おっと、ストレージか。このマップか。サムマシンガンでこのマップを戦うには、スモークを叩かなきゃいけない。いや、今日はね、調子悪いんだよね。頭が疲れてるってのもあるんだけど、エイムの調子も悪いし、さっきから全然勝ててないんだよ。まあ、こういう時はね、何も考えない方がいいね。考えないで、まあ、突っ込んでね、見たやつだけを撃って倒すみたいなね。もう無理やり、もう頭を動かすね、手を動かすみたいな。こんな立ち回りでやっていくかな。まあ案外ね、疲れてるときはそういった方がいい結果残せたりもするんだよね。まああとも、俺が持ってるのはサブマシンガンだ。突っ込んで撃つにはちょうどいい。よし、ダリオが関係ねえ。腕を動かす。よしよしよし。こんな感じで、どんどん突っ込んで、お、今のやられたか。で、グーレを投げて。お、二人に当たった。すげえ。フラスクもね、なかなかアップデート来ないっすね。というかもう来なさそうですね、あの感じは。まあ、人も減っちゃって。けどね、プレイする時間帯が遅いんだよね。だから、ログインして、殲滅の部屋なかったらすぐにやめちゃうんだけどね。まあ、3日に1回ぐらいしか多分ゲームできてないのかな。まあね、ここまで部屋がなくなっちゃうとね、ゲームが成り立たないんでね、もうちょっと人が増えてほしいところではあるんだけどね。なかなか、あ、やられた。結構やっぱ最近の FPS ゲームはアップデートがないと人が寄りつかないんだろうね。昔やってた時は、あれなんだよ、アップデートとかないからさ、基本。もうなんか、一回来ればいいぐらい、アップデートなんて。一回なんか、パッケージで FPS のゲーム買って、したらもう、内容はもうそれしかないんだよ。アップデートはもうたまにね、一回だけ来て、その時に武器が2個追加されたらもう終わりみたいな。まあ、そんなんばっかだったんだけど、最近はもう、常にネット繋がってるからね。頻繁にアップデート来るのが当たり前みたいになっちゃっててね。アップデートしないと廃れてしまうのか。無料 FPS は。まあ私は無料 FPS そんなにやらないんでね、わかんないけど、まあそもそもそんなに流行ってないっていうのもあるかもね、FPS 自体は。まあ有料の方がね、なんだかんだ言って出来はいいからね、PF1 とか、オーバーウォッチとか、レインボーシックスとかね、まあ全部持ってんだけどさ。まあでも無料は無料ならではのなんか楽しいこの感じがあるんで。ちょっと有料とはね、全然違う楽しさがあるよね。で、負けてる。81対77か。何にも考えずに突っ込んでたけど、結構スコアひどいことになってそう。よし、ヘッド抜いた。最近 MP7 使ってないな、それは。なんかアップデート入ってから相対的に弱くなった気がしてさ、使ってないんだよ。ちょっと今度 MP7 使ってベストキル目指してみるか。なんかね、当てても当てても死なないってイメージあるからね、MP7。好きなんだけどね。おっと、目の前だ、びっくりした。よし。うわ、グレネード来た。あ、CSO2 がなんか始まるっていう話をね、聞いたんだけど、私多分 CSO2 はやらないっすね。まあ無料 FPS 自体そんなやらない。まあこれやったのが結構奇跡に近いね。だいたいなんかアバとかも、なんだ、あとなんだ、攻殻機動隊とかも一回ちょろっとやってみたんだけど、なんかすぐに飽きちゃってね。まあ、これだけ続いてるブラックスクワットは相当面白いってことだろうね。まあ、挙動とかが好きなんで、ね。あと、綺麗だしね、何より。なんかシンプルで、綺麗な、グラフィックが気に入ってるんだよね。あ、やられた。突っ込みすぎたか。
んどん突っ込んでくる。あ、やべえ。おっと、やれたか。なんとかやれた。奥。リロード挟んで、出てきたやつを、あー、ダメか。お、ちょうどいい。いいね。いい勝負。140と103。抜いたな。よし、抜いた。こっから突っ切るぜ。あと8人。あー、遠い。サブマシンガンの距離じゃないな。どうしよう。出るか。おっと、手前。手前やって奥。よし。よーし、勝った。いや、いいね。やっぱ。調子悪い時は何にも考えずに突っ込むのがいいっすね。まあ、結構スコアはひどいかもしんないけど、変な感じでね。今日は適当に突っ込んで、ノーシプレイですね。とは言ってもそこそこスコア取ってるのがベストアシスト。はい、ということで今日は以上です。